卓芸よっ。さあ始まりました卓芸。卓芸っていうのはちょっとね家のゲームとかってそういうこともあるでしょうし、はい、私の芸っていうこともあるでしょうしね恥ずかしいです。あんまりこういう説明してもねゲームをやったりとか、はい、ちょっとこう編集をやってみたりとか、はい、ちょっとガジェット的なことに重きを置いて、重きを置いてとりあえずは、はい、初回の今回、はい、なんとですよ、はい、ガレリアさんすごくないですかがですよパソコンの方をご提供してくださるということで、はい、ありがとうございます。すいません本当にガレリアさんすいません。あのね、あんまりこうやるとなんかキングコングのカジュアルみたいになってあんまりやりたくないんですよよくやるじゃないですか。やりますね YouTube の人、はい、こうみんな俺あれすげえ恥ずかしくてあんまりやらないようにはしてるんですけど、もう一回やってきます。なんか言った後になんとですね、はい、ガレリアさんがパソコンの方を提供してくださりました。はい、いやだ俺この YouTube のこのノリ大嫌いなんですよありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそうです。こうしましょう、はい、なんかもう無理やりこうしてもすっごいみたいな、はい、あれみんなやるじゃないですか。やりますね。あれもうヘド出るんですよね俺まあいいんですよそれは、はい、ありがたい、ありがたいです、はい、パソコン提供してくださるということで、はい、ちょっとねこれ開けてみますか。開けてみましょう。はい、いや早めにこういうのも見せた方がいいですからね。これから始まるみたいな、はい、チャンネルにまさかガレリアさんがすごいね、はい、本当になんだかわけのわかんない人によくこれをくれましたよね申し訳ない。出しましょう出しましょう出しましょう。すごい、うわー、うわー、すげえ、これアテンション上がりますね。上がります。ガレリアさんのこのマークこれいいのよめっちゃとグッズでも何でも舐めますんでねこれもなんか入ってますよ。あ、ケーブルですね。ケーブルが来ました。さあ来ましたよ。ちょっとね行きましょう。てかでかくないですか。でけ、すごい、こんなむちゃくちゃいいのいただいちゃってこういうことですか。これすごいっすね。すごい、なんだかわけのわかんない芸人のねチャンネルこんな申し訳ない、すいません本当にガレリアさん。ありがとうございます。せーの、よいしょ、おー、よいしょ、来ました。来ましたね。すごい、すごい。これちょっと、ちょっとこれでいっちゃいますか。いきますか。せーの、よいしょ、きた、うわ、これですよ。中マザーボードとかも入ってますよ。ほらグラフィックボードも入ってる。かっこいい、かっこいいね。ファンもね何個もついてますよ。なんかここから風が入ってきて、はい、そこからこう上とかこっちに抜けていくみたいな。両脇からここ、両脇から入るんですね。風がこう入ってこっからだったり、こっから熱を逃がして、熱を逃がしていくっていう構造になってるみたいな。素晴らしい。これからの卓芸を支える、なるほど、マシンになります。スペックはどうなんですかこれは。スペックはですね、はい、まず CPU、 お、もう脳みそですね、はいはい、なんですけど Core i7、Core i7の最新版ですよね、はい、の最新版第12世代なんで、最新のインテルの Core i7、はい、すげえ。グラフィックボード出た。ゲームがカクカクにならないように滑らかにこう動く、はい、3070チタン。一般的にそのチタンついてる方が、はい、さらにちょっと性能が上がるみたいなイメージですね。そうなんですね、はい、私がねこう他のメーカーの75万のやつを買ったんですね。75万、はい、はい、それのグラフィックボードがね、はい、1080ぐらいです。 Oh no! まあでも、チタンついてないです。でも当時の、はい、当時の結構ハイスペックでしたからね、1080って。そうです、まあ3年ぐらい前の話ですよ、はいはいはい、それが3070チタン。すげー。ゴルフとかで使うやつですよねチタンって。ゴルフはカーボンです、はい、あ、カーボンですか、はい、でもこれあれでしょ、編集もできて、はい、配信もできて、そのままゲームもできるってことですよね、はい、そうです。よいこの浜口さんとかに、浜口さん、はい、ちょっと編集やりたいと、
して配信もそのうちやりたい、はい、ガレリアさんをおすすめしようとしたんですけど、はい、編集といえばあの果物のあのメーカーだろうっていうふうに思って、はい、すんごいのをね、はい、買ってしまったんですよ。でもこれ1台あればこれでもう全部できるってことですよね。これで全部できちゃいます。値段はちょっと僕こっそり聞いたんですよ。はい、あの、はい、果物の方、はい、はい、果物の方よりもこっちの方が安いのに、はい、スペックが死ぬほど高いすごくないですか。そうなんですよね、はい、結構この Windows の方ってスペックも高いし、まあよりも安くこう整えられるっていうのは結構メリットだと思いますね。すごいよ。USB これね、俺、はい、正直言いますよ、大体ここなんですよ、ついてるの。はい、そうするとこれが下にあって、はい、上から見た時にここにあるの超便利ですここでこうしなきゃいけない。これすげえ便利。ごめんなさいね、急に通販みたいになっちゃったけど、めちゃくちゃでもマジでそうですよ ね、 すね、こうやってこうすんのとかすげえめんどくさいので、この角度でめっちゃいいですよね。確かに。あとなんか横ってこう出てくとコードなんか邪魔だったりするじゃないですか、はい、ぶつかったりね、はい、なるほど、よく考えられてるわ、この角度、はい、あと後ろですね。後ろこれも結構大事、後ろ向きになるでしょう。 USB 端子が、はい、あと USB3.0 とかも入るようになってますね。おー、なるほど、はい、早いやつですね。1個ポートがあります。 HDMI がこいつですね。1個 D ポート3つあるのありがたいですよ。ですね、はい、HDMI にいくらでも変換できますからね。そうですね。でここに、電源が入るということになっております。素晴らしい。風も抜けていきます、はい、ちょっとこれを今度から使って編集だったり、はい、ゲーム配信だったり、はい、いろいろやっていきましょう。やっていきましょう。はい、はい、これでだいたいいくらぐらいなんですか。27万3280円。くそくそっていうのも俺75万で買いましたよこっちの方がすげえ性能いいのに。いや、たぶんその時の、はい、やっぱ結構性能良かったですから、まあまあまあ、1080、はいはいはい、すっげえ安いというわけで、はい、ガレリアさんと我々は、ね、はい、ズブズブの関係でこれから、いやいやいや言い方おかしいだろガレリアさんのこのパソコンを使いながらいろいろやっていきたいと思います、はい、思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、あのね、これをちょっと言うのも申し訳ないですけど、あの、はい、お金かからないのでよければ高評価、お金かからないのでできれば登録を、お金かからないのでちょっとこの登録してる枠がちょっと増えるっていう、それだけですからね。すいません、本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。